ちゃ。こんにちは。はい。さあ、豊さん。はい、はい。9年連続、まるまる定着なし。おお。これ、巨人なんですけど、さあ、問題です。9年連続でまるまる定着なし。さあ、何のことを言っているでしょうか。抑え。え？抑えは、そうか。ある程度決まってるか。抑えは誰から、まあ、まあ決まってるな。決まってますね。クルーンとか言いましたけど。クルーンはもう9年以上経ってお前も古いね。クルーンで出てできてびっくりだよ。クルーンは最初 DNA です、ね。まあそう、ね、そうですね。いや、まあ一番だろう。正解です。今原監督、巨人の首脳陣を悩ませているのが1番が出てこない、はい、うん、で9年連続というのはじゃあ最後誰だったのかというと2012年の、長野選手が同一シーズン100試合以上に先発起用されたのが最後。なるほどね。そこからはですね2013年の最多出場の長野選手で96試合、うん、で2014年坂本選手1番、うんうん、これ58試合、うん、で、2015年が立岡選手の67試合、うん、で2016年もう一回長野選手に戻るんですが82試合、そこから楊大観選手、また坂本選手、亀井選手、吉川選手、そして昨年の松原選手の77試合ということで、はい、100試合以上、うん、もうほぼレギュラーで決まった1番が出てきてないんですよ。まあそうだな。で、ずっとそのオープン戦からも1番が1番がっていうふうに原監督がおっしゃってる。松村がファームに落ちちゃったりとかな、いろいろしたからな。はい、1番っていうのはやっぱり重要になってくるポジション。それはさ、昨年ヤクルトが優勝したのは、はい、やっぱ塩見が出てきて、はい、青木が2番にいて、うん、で阪神が良かったのは近本がいて、はい、中野が2番に入った、うん、まあ、これ2人とも盗塁王の経験があるよね、はい、で塩見も盗塁王のチャンスもあるし、はい、だからやっぱり1番っていうのは、まあ、打てることももちろんだけども、うん、まあ、一番大切なのは出塁率、はい、で次に足、うん、というのは必要だよね。そうですよね、うん、中日が打てない打てないって言うけども、はい、やっぱ打てる人はいてもその前にランナー出ないんだよね。あー、だからだから大島を3番にしたら塁に出るやつがいないと か、 だから1番にいたら、ね、返せる人が返せる人はビシエドだけど、だからやっぱり1番とか2番とかすごく大事なんだよね、打順の中で。で、うん、各チームね決まってんのはクリーンアップとかは決まってんだよ、はい、ね、まあ、広島がちょっと今悩んでるかな、うんうん、はい、でも他のチームっていうのはほぼクリーンアップっていうのは決まってるんだよね大体ね、はい、でもまあ巨人も決まってる、うん、だから1番2番、うん、ここら辺がやっぱ落ち着かないとさ、そこの得点源がどうなるんだっていうことだよ ね、 ね、だからオープン戦でも調子が悪いっていうのは、うん、はい、やっぱそこら辺の固定ができないっていうところがやっぱ苦しいんじゃない。だその1番に、まあ、あの松原選手が2軍に落ちた時に立岡選手を松原選手の代わりに入れて、まあ、若干結果を残したりとかもありますけど、あと丸選手でも、ね、1番にしてたの。1番っていうのは4番同様にさ、やっぱ固定でいきたいんだよね。でも固定しなくても優勝できる、優勝経験がある巨人っていうのはやっぱ強いんだよ、まあ、本来そうですよね。本来強いんだよ。ただ、はい、やっぱそこら辺の悩みっていうのはやっぱ徐々に深くはなっていってるだろうね。例えば巨人の中で言うと今一番の一番候補っていうのは誰なんですか。やっぱ丸になるのかな。丸選手、これなぜかというと、はい、彼はやっぱ、まあ、長打も打てるし、はい、選球眼がいいよね、うんうん、出塁率が高いバッターだから、はい、だからそこら辺ではあの適任だと思う。年々こう足という意味では使えなくはなってきてるよね、はい、つまり1番で例えば塁に出たら当然例えば盗塁もしなきゃいけないとかなってくると丸選手だから若干怖さは消えるよね。相手打席に立ってると長打打たれたくない、シングルヒットだって、うん、ね、そしたらああそんなに走ってくるランナーでもないし、うんうん、まあそんなに神経を使うほどの選手ではないよね、はい、塁に出てもね、うんうん、打席ではめちゃくちゃピッチャーは神経使うと思うけども、ね、シングルヒットでよかったっていう
ような感じのタイプのバッターだよね。ただ、うん、今巨人の中で探したとしたら、はい、俺はやっぱ丸だと思う、ね、丸選手が今一番ってことですよね、うん、でもさ、うん、丸一番、はい、坂本二番、うん、贅沢な打順だよお前。だってクリーンアップって選手ですからね。いやそうだよ、そこが1、2番ってなると。そうだよ、そうですよね。え、じゃあ3番は、まあ3番は、まあ、ウィーラーでもいいし、一時吉川直樹選手も、ああポランコ選手来ますね、うん、ね、まあ来てるけどさ、もうそうで、ああそうかとか、はい、まあ中田翔とか、まあ、岡本4番から外さないと思うから、うん、そうですよね、だからそこら辺の軸を打てるバッターでは、まあ、割といるよね、巨人はね。じゃあ丸選手が1番になった場合って2番って3番が坂本選手じゃなくて2番坂本選手。いや、まあ、3番来るかもわかんないよね。あ、うん、2番そうすると例えば吉川選手。いやいや、まあ、吉川でもいいしウィーラーでも持ってくるし、なんかすごい超攻撃型。坂本、岡本、中田って並ぶかもわからないし、嫌 だよな。そこだからそこにつながるための1番が誰なのかという。そうか、これだから原監督はどちらかというとその 1,2 番を動かしたいっていう、はい、タイプのなんか仕掛けるにも仕掛けたいという、うん、ホームランをずっと待つような監督ではない、うん、やっぱり1点を取るために仕掛ける仕掛けが好きな監督だから、はい、どちらかというとね、うん、で相手の隙を突きっていう、だからそういう意味ではやっぱり1番が決まらないとスッキリは してこないだろうね。その2012年の時に長野選手が1番でピタッとハマってたっていうのはやっぱ打てるからさ、長打も打てるし。そうですね、うん、でツーベースの多い選手だったでしょ、はい、うん、だからそういう意味では、まあ、適任だったのかなっていうふうには思うけどね、うん、ただどうなんですか、一番座りがいいのは本来は松原選手、吉岡選手の1、2番なんですか。本来はどうなんですか。いや、ここら辺がある程度自分が持ってる、松原が持ってる、吉川が持ってるキャリアハイの数字を考えるとすると、はい、やっぱり1、2番を打たせたいよね。ただやっぱ原監督の中で左左って続くのが嫌なんだよね。そっか、ジグザグっていう、うん、左左ってここら辺を左のワンポイントを持ってこられると、うんうん、ちょっと嫌だなっていうふうには思うと思うんだよね、うん、だからどちらかというと1番は左の足の速い選手で2番は坂本でもいいっていうふうに、まあ何でもできるしね、はい、で思ってるはずなんだろうけども、うん、チームによって監督によってやっぱ思考は違うよね。そうですね、だから DeNA とかさ、あ、はいはい、まあその桑原がいて、はい、まあ走れるけど、うん、そんなに多くは走ってこない選手だよね、うん、で2番に外とか置いたりとかオースティン置いたりとかするよね、うん、去年でも、まあ、ここら辺はもう超攻撃型、ね、これ球場だから球場がもたらす、それとその選手がいないということ、はい、だからここら辺に重量打線を持ってきてなんかもう一気に破壊していくというような、あ、そういう思考でいくよね、はい、で中日って言ったら、うん、やっぱ一番はもうとにかく足が速い選手じゃないとバンテリンドームでは通用しない、そうですね、で2番も送ったりとか、うん、いろんなことができる選手じゃないと使えないとかさ、うん、やっぱ球場が広いだけに、はい、そういうこうホームランという副産物がね、うん、あの減るから、そこら辺で確実にチャンスを広げてクリーンアップに回したいとか、まあ、球場が持ってる特性だとかそれによっても思考が変わるよね。あと阪神とかだと、うん、まあ、近本選手だったり中野選手が、まあ、1、2番だったりとか、うん、だからここの2人は盗塁王の2人とも経験をしているという、うん、はい、どっからでも走ってこれるというさ。そうですよね、あ、だから嫌だよね、嫌、うんうん、です嫌です。あとヤクルトだと、だから塩見青木でしょ、うんうん、で塩見が出て走るのもよし、はい、青木に任しといて1、2塁間抜いてくれて1、3塁作るのもよし、はい、だからここら辺も何でもできるという、はい、で広島がやっぱ悩んでるよね。そうですね、菊池にするか、うん、宇草にするかとかさ。豊さんだったら広島 1、2番だったらどうしたいですか。小園っていうのが俺は将来的にやっぱりこうチームの中心になっていく選手だというふうに考えるとやっぱ3番なんだよね、うん、まあ、そうなってくると、まあ、宇草とか、はい、野間とか、はい、まあ、そういう選手になるのかなっていう、うんうん、で2番は菊池でいいと思う。そうなんですね、やっぱり。で3番、そしたらこう左右左っていう風にジグザグで組めるしね、うん、
で、まあ、4番に聖火ね、聖火ねか、はい、うん、そうだな、うん、まあ、それを育てるのか、はい、とか、まあ、いろいろこうこう構想、まあ、選手はいるんだけど、やっぱ巨人がちょっとそこら辺の選手が、いや松原が調子が良ければいいんだけどね、はい、まあ、調子は上がってくると思うけどね。で梶谷も怪我が明ければ ね、はい、あ、そうですね、まあ、一番候補っていうのはある。そうです、梶谷選手が、ただ出塁率が悪いんだ梶谷は。そうなんですね、うん、パンチ力はあるけどね。ああ、うん、そうか。これって巨人ってあまりその一番バッターを育ててこなかったってことなんですか。まあ、育てではないですか。だからあそこら辺はさ、重量打線は育つよね。そうなんですね。だけどやっぱそこら辺の、うん、なんて言うんだろう、コーチ陣も含めて、はい、少ないんじゃないの、1、2番を打ってた選手っていうのも。ああ、そうなんだ。だからやっぱりその見て育ったりだとかさ、はい、いろいろするからね、うんうん、あの選手の誰がいるとか、はい、例えば青木がいたら、うん、ヤクルトの若手の選手っていうのはやっぱ青木を見習って、はい、丸山っていう選手かな、明治大学から入った、うん、もう青木そっくりになってるしさ、そうなんですね、それでやっぱ結果も出てるしね、はい、だからいい見本がいないんだと思うよ、チームに。だからまあ例えば近本を見てて中野が育つとかね、はい、まあ、そういうこうやっぱ岡本を見て、うん、やっぱ大砲が育ってくるんだあそこはね、うんうんうん、だからまあ、そういう選手見本っていうのがいないかな。そうなんですね、うん、まあね、松原選手だったりとか、その丸選手になる、落ち着くのか、それとも他の選手が出てきて、まあ、そうなのか、ちょっと今シーズンその西川取ればよかったのな一時期ね、一時ね、あれって出塁率高いし一番に、うん、ただそうなってくるともう選手があふれ返っちゃうんでしょうかね、巨人。まあ外野手だからな、ね、梶谷選手もいますし、まあ、松原に期待してたんだろうけども、まあ結果が出てないというところでね、はい、うん、まあでも松原も結果が出てくるよ、あの子はすごく頑張り屋さんだって監督もおっしゃってたので、うん、だから、まあ、そこを待つしかないかもわからないし、ね、そうですね、はい、ちょっと巨人の一番が今シーズン誰にきちっと座るのか、そのあたりも、まあ、座るもいいけども、キャッチャーも大変だからなるほど、